リバーオフィスは、ザ・ドキュメント・ファンデーションが支援する、同盟プロジェクト作成の自由、オープンソースソフトのオフィスソフトである。商用ソフトであった、スターロフィスを起源としており、2011年に開発終了した OpenOffice.org の後継ソフトの一つ。OpenOffice.org。 の派生版として2010年に開発が開始された。リバーオフィスは、ライター、カルク、インプレス、ドロー、ベース、マスから構成され、117の言語で利用できる。リバーオフィスが使用する、標準ファイル形式は、オープンドキュメント形式である。アドフは、構造化情報標準促進協会が、文書規格を策定し、国際標準化機構、 国際電気標準会議、日本産業企画が認定する国際標準企画である。マイクロソフトオフィスのファイル形式はネイティブファイルとしてはサポートせず、これらと互換性はないが、インポート、エクスポートフィルターを介した変換を伴う読み込みと書き込みができるファイルとしてサポートをする。リバーオフィスはマイクロソフトウィンドウズ。 Mac OS、Linux やモバイルの Android、iOS といった多様なプラットフォームの利用に加え、オンライン上で利用できるリバオフィスオンラインも用意、されている。主要な Linux ディストリビューションでは、標準のオフィススイートとしてインストールされる。また、リバオフィスは、最も活発に開発されている自由、オープンソースソフトオフィススイートであり、 直径の後継であるアパッチオープンオフィス開発と比較すると活動の活発さは約50倍にも匹敵する。リバーオフィスプロジェクトを発表後、2010年9月28日にベータ版をリリース。最初の安定版リリースの2011年1月から2011年10月までにリバーオフィスは約750万回ダウンロードされた。プロジェクトは 2011年5月から2015年5月までに Linux Distribution のダウンロードを除いて1億2000万のダウンロードがあり、そのうち5500万は2014年5月から2015年5月の間にダウンロードされたと報告している。リバーオフィスは以下のコンポーネントから構成される。各コンポーネントの詳細については、それぞれのページを参照。 2010年1月27日、当時の OPENOFFICE.org 開発元、権利者であったサンマイクロシステムズがオラクルに買収された。そもそも OPENOFFICE.org がサンマイクロシステムズの元にあった頃から、コミュニティメンバーは企業の意向に左右される開発方針に不満を持っており、 一部の開発者は openoffic.org e からフォークした goo や neo オオフ f f i c e をリリースしていた。オラクルによる買収を機にコミュニティの不満が爆発し openoffic.org e,、N o f f I c、e. プロジェクトの主要メンバーらによりザ・ドキュメント・ファンデーションが設立され openoffic.org e,、N o f f I c、e. の 次期バージョン3.3を独自に開発することを構想した。ザ・ドキュメント・ファンデーションはオラクルに対してザ・ドキュメント・ファンデーションへの参加とプロジェクトに OPENOFFICE.org ブランドを寄贈するように要請。暫定的にリバーオフィスの名で開発が行われることになった。しかし、オラクルからのブランドの寄贈は実現しなかったため、正式に リバーオフィスとして開発が行われることになった。その結果、リバーオフィスは OPENOFFICE.org のバージョン番号を引き継いでいる。Ubuntu, Opensse, Red Hat Enterprise Linux などを含む複数の Linux Distributor ーーは、次のバージョン以後はリバーオフィスを使用することを発表し、リバーオフィスがプリインストールされたバージョンがリリースされている。 リバーオフィスには、GoO などの派生版の開発成果が取り入れられた。2011年1月25日、最初の安定版であるリバーオフィスバージョン3.3がリリースされた。その後は、年2回の定期的なリリースを続け、多くの新機能が加わった。リバーオフィスに関わる開発者の数は、継続的に増加しており、ソースコードの改善も進んでいる。 スターロフィスと、e、OPENOFFICE.ORG の主な派製品のタイムライン。緑色で示されているのがリバーオフィスである。リバーオフィスでは、標準ファイル形式として ADOF を使用するが、マイクロソフトオフィス97から2003形式や、マイクロソフトオフィス2007以降で利用される、オクスムルのインポートとエクスポートができる。バージョンアップのたびに、 相互運用性は高められているが、マイクロソフトオフィス97から2003形式、オクスムルとアドフの間には互換性がなく、インポートとエクスポートはデータ欠落の恐れを含む変換を行うため、日常の利用は向かず注意が必要である。また、開発元であるザドキュメントファンデーションは、プロプライエタリーソフトで作られ他のソフトでは利用できない。 バイナリファイルを読み込むためのライブラリー開発を行うドキュメントリベレーションプロジェクトも運営しそこで得られた成果を活用してマイクロソフトワークス、ワードパーフェクト、クラリスワークス、アップルワークス、キーノートやワードパーフェクトワークス、アップルページーズ、アドビペメーカー、クオーケク,クスプレスといったソフトウェアで作成されたファイルの読み込みにも対応しているリバーオフィスの 派生元となった OPENOFFIC.org は、ソースコードがアパッチソフトウェア財団に寄贈され、現在はアパッチオープンオフィスとして開発が続けられている。リバーオフィスはアパッチオープンオフィスの成果物の多くを取り込んでおり、また、リバーオフィス独自の修正や機能追加がなされている。一方、リバーオフィスから、 アパッチオープンオフィスへのソースコードの移植には注意を要する。それぞれのソフトウェアの内部で使われているソースコードは基本的に異なり、ライセンスも異なる。リバーオフィスは MPLv2.0 である一方、アパッチオープンオフィスはアパッチライセンスであるため MPL と互換性がないためである。2020年10月13日、ザ・ドキュメントファンデーションは アパッチオープンオフィスに対する公開書簡を送付したと発表した。書簡内ではアパッチオープンオフィスの開発が滞っていることや2014年以来一度もメジャーリリースがないにもかかわらずアパッチオープンオフィスを利用しているユーザーが数多くいることを踏まえ2020年に行うべき最も責任のあることは新しいユーザーを助けることです。 多くの人々が必要とする機能を多数備えており、オープンオフィスをベースにした現代的かつ最新プロによる商用サポートのあるオフィスソフトが存在することを今こそ彼らに気づかせる時です。と、アパッチ。オープンオフィス側にリバオフィスへの移行を促すよう呼びかけた。2020年12月9日、リバオフィスの開発チームは アップルシリコン搭載のマーゾズビッグスールタン末においてアパッチオープンオフィスでドクエックス形式のファイルを開くとアプリケーションがクラッシュするという不具合を指摘しリバーオフィスに乗り換えるよう呼びかけたなおこの不具合は翌年2月9日にリリースされたアパッチオープンオフィス4.19で修正されているリムーバブルメディアから起動し使用することのできる リバーオフィスである。portableeapps.com で開発され、Windows 版のみ存在する。インストールを必要とせず、アプリケーションデータがリムーバブルディスクに保存されるためデータがシステムに残らない。GTK フレームワークと HTML5 のキャンバスを利用して、ブラウザ内でソフトウェアを動かし、オンライン上で利用することができるとしている。 2011年のリバオ,オフィスコンファレンスで開発が発表された。略称としてロールが用いられる。2015年12月に開発者向けディストリビューションが公開された。タブレットやより小さな端末での使用を目的とした iOS 向けの派生版である。現段階では大部分のソースコードのコンパイルには成功しているが、 ユーザーインターフェースなどはまだ開発途中である。2015年5月28日にリリースされた Android 版リバーオフィス。ドキュメントを表示、閲覧するためのソフトウェアではあるが、編集機能も搭載されている。ただし、この編集機能は実験的であり、業務上重要な作業に利用するにはまだ安定していない。具体的には、基本的な編集機能、 例えば既存の段落の単語を修正、太字や車体といったフォイント形式の変更機能を提供している。編集機能は開発者のコミュニティによって将来的に拡張される予定。また、リバーオフィスビューワーでは Windows、MacOS、Linux 向けのリバーオフィスと同じエンジンを利用している。Firefox4 モバイルによる新しいフロントエンドと結合されており、 デスクトップ版リバーオフィスと同じようにドキュメントを読み込めるようになっている。ザ・ドキュメントファンデーションのアドバイザリーボードとして参加している A コラボレー社が公共機関向けとしてリリースしている商用の派生ソフトウェア。5年間の長期サポート等が行われる。2015年11月には英国政府がコラボレーがバフィスの導入を発表している。リバーオフィスには 最新の機能を含む最新版と安定性を重視する安定版の2つの異なるメジャーバージョンがあり、様々な利用者に対応できるようにしている。毎年2月頃と8月頃に新機能を追加したメジャーリリースを行い、その後は脆弱性や不具合の修正及び翻訳の改善をするメンテナンスリリースをほぼ毎月行う予定としている。また、 各バージョンは2つ後のバージョンがリリースされるまで更新作業が行われる。更新予定は公式サイトのリリースプランを参照。バージョン番号は openoffic.org e から引き継いでいるため3.30から始まっている。リバーオフィスはザ・ドキュメント・ファウデーションより提供されるバージョン7.1より名称にコミュニティエディションが加えられるようになった。 これは、コミュニティ向けサポートなしバージョンであることを示すためで、ある。なお、コミュニティエディションという名称であっても実は完全な、機能を備えている。リバーオフィスの、サポートありバージョンは、コラボ例、CIB などから英語でサポートを受けられる。以下、報道もしくは公表された事例のみ、リバーオフィスは100以上の言語に対応している。日本でも、 2011年9月にリバオフィス日本語チームが発足し主にメーリングリストで協力者と共に翻訳活動を行っている今夜も LBR のタイトルでリバオフィスを応援するラジオ番組が2014年3月25日から2015年3月24日まで音泉にて配信された第2第4火曜日更新出演は田所あずさ 下田ダ・美、丹下桜。ザ・ドキュメント・ファンデーションは2011年より、年一度のリバーオフィス・コンファレンスを以下のように開催している。ありがとうございます。